こんにちは、こんばんは、リーダーです。はい、今日はね、いつもね、お世話になってる、ゲンバーロータスにお邪魔して、セラさんに来ていただいてます。はい、ゲンバーロータスのセラです。お願いします。はい、でそして今回は、特別ゲストとしてもう一人お呼びしている方がいらっしゃいます。はい、こちらの方です。にねねねねねねね、どうも、きのこです。はい、もうきのこさんといえばね、はい、マジックのファンアートとかでもね、僕としては結構大事印象だなと思ってるんですけど、ね、あー、いやいや、全然ですよ。いやいやいや、いつも本当楽しい漫画だったりね、イラストを見させていただいてて、いやいやいや、ゴミカスですね。検討の進みだと思いますけど、もう全然全然。はい、で、まあ、はい、なかなかね、異色のこう3人なんですけども、はい、実はこの3人にちょっと共通する点がありまして、え、なんかわかりますか？わかんないですね。わかんないですか？僕らが大好きなあれですよ。ホイールです。あホイール、ホイール、はいはいはい、はい、まあ本当にね、マジックにおいてホイールの魅力っていうのはね、はい、本当にすごくて、はい、まあ実際ね、はい、ホイール、うん、そのあんまり好きじゃないよって方もいらっしゃると思うし、うん、好きだけど、うん、ちょっと選抜も大変だなとか、うんうん、あの一歩踏み出せないなみたいな方もいると思うんですよ。はい、なんで、まあ、僕らが今回そのホイール、うん、まあどういうきっかけで始めたのかとか、はいはいはい、まあ、ホイールの魅力って何なんだみたいなのを、うんうん、まあ、ちょっと話していこうかなと思います。ね、はい、はい、じゃあ早速なんですけど、はいはい、皆さんのホイール歩き、はい、でホイールを集め始めてどれぐらいの今好きが立ってるのかって聞きたいんですけど、はいはい、今日はどうですか？いや、どうですかね、そのホイラーに、よし、俺は今日からホイラーになるぜって言ってなるわけじゃないですか。確かに、そうじゃない。そう。なんか好きなカードとかを、なんかこう、光らせて、うん、お気に入りのやつを光らせるとか、うん、まあ、デッキに、まあ、ホイが当たったから入れてたとか、はいはいはい、みたいな感じじゃないですか。そうですか。で、それがどんどんなんか増えてって、気づいたらブルーホイールになってるみたいな感じなんで。ああ、なるほど。はいはい、まあ、明確にここから始めたっていうのはないんですけど、はいはい、まあ、強いてきっかけをあげるんだったらですけど、はいはいはい、モダマス3が出た時に、はい、僕その頃まだモダンやってなかったんですよ。はい、で、モダン参入したいなって思ってて、あの対抗色フェッチが、まあ、入るみたいなとかで、はいはい、買うしかねえだろうと、うんうん、でそこで確か3ボックスぐらい見たんですよ。はいはい、めちゃ見ましたね。もう3ボックス抜いて、あのシューションを食べるのもベリアラも出なかった。うわ、結構強すぎて、それは結構やばいっすよ。戦慄しました。戦慄すぎて戦慄臭になるかと思う。やばいっすよ、マジで。で、うわってなって、まあでもその、まあ、言ったらデスタクみたいな、うん、まあ、当時のですけど、うん、まあ、ちょっと入ってて、で、その時にシルクの天使のホイールが、あー、はい、キャプソン大好きな、2回、2回とか、まあ、2枚当たったんですよ。おお、ね、まあ、白タンだったら、まあ、比較的、まあ、組みやすいのかなみたいな。ピッチもね、そう、いらないし、まあ、修復点も使えるし、みたいなので、うん、まあ、それで組んで、だからそのデッキの中に修復点のホイールだけ、そのホイールが入ってる状態、うん、でやってたんですけど、その友達にあのホイール好きなやつがいたんですよ。はいはいはい、そいつが、ホイールいいぞみたいな感じでデッキを結構光らせていってたんですよね。はいはいはい、で僕は、いや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 、うん、いやね、最初そうですよね。最初そうですよ、ね、いや、ホイール高えやんと。いや、わかるけど、みたいな。別にね、そんなにホイラーになろうとかは思ってなかったんですけど、うん、まあ、安いカーブだったら結構すぐ光らせれるじゃないですか。それで、そう、始まりそうなんだよね。そういう安いところを、まあ、買っていって、うん、捨てるうちにデッキのホイールが増えていくわけですよね。そうですね。はい、で最初はそのホイールのカードが特別みたいな。うん、俺の修復点光ってる特別手札来たやったーだったのが、ホイールの割合が増えていくことによって、ホイールじゃないカードの方がデッキの中で増えてくると、ホイールが特別なんじゃなくて、ホイールじゃないカードが何で光ってるんだよこいつは。俺って光ってないカードがまだ俺のデッキに隠れてやがったって。手札で1枚だけ光ってない、うん、気になる。めっちゃわかる。うわ、めっちゃ2ステップ目ですね。そうなんですよ。ホイラーになった後の、はい、2ステップ目に来るやつなんですよね。そうそうそう、ホイールがデッキの過半数を占めた段階で、はい、ホイールじゃない方が異物になってやばいと。しゃうがるな。でもその集め方をしてると、はい、安いカードから入ってるんで、後半に行けば行くほどきつくなるわかる。それもめっちゃわかる。あの、まあ、バイアルとか、はいはいはい、まあ、そのサリアとか、うんうん、まあ、25マスがまだ出てなかったんで、うん、サリアの、あ、サリアの方がえげつないっすよ。えげつない。
ハイレグワイドですよね。いや、そうなんですよ。しかも僕はあの一応ホイール以外にもデッキの縛りがあって、うん、基本日本語しか絶対使わないんですよ。そうですよね。あ、そうだからちょっと後半どんどんきつくなってきて、はい、で言ってたらまあその25マスが出たりとか、うん、でまああのアイコニックマスターズとかでもバイアルされたりで、うん、ちょっと手に入りやすくなって、うん、なんとか最初にこういうプロホイールしたのがその。白タン、ディスタグ、そうです。なるほどね。だから17って確か16の年に次の年として17の年が出るから、はい、もう4年、4、5年って早かったかもしれないですね。あ、なるほどね。ちなみに白さんはどれぐらい乗れるんですか？僕自身はマジック自体も復帰してからそんなに長くなって、はいはい、今までね、2年ぐらい、ね、あ、復帰してから2年ぐらい。そうです、そうです。あ、そっかそっかそっか。そうですね。ね、初めて一月ぐらいして、まあ、なんかキロコさんと結構似てるんですけど、はい、やっぱり最初ジェネラルスパラとかに、はいはい、うん、イメージだったね。まあとりあえず足しなみとしてね、まあイメージあったらね、うん、まあとりあえず全部一枚一枚やしてジェネラルここにポンって置くしね、うん、まあそれ光ってるのって光ってないやったら、ね、値段もまあ物がそんなに変わらない、ね、そうですね。そうだったらまあ光ってるの買おうと思ってここに買ったのが始まりです。うん、あとはそのデッキのパーツをこう買っていく中で結構通常でもホイールでも値段変わんないのってあるあります ね、 あるね。同じなんですよ、もうなんかどっちかちょっと高いとかじゃなくてそもそも行こうなんですよ、うん、これって光ってる方良くないっていうなんか謎の気持ちがあって値段一緒だったら光ってる方があるやんけみたいな。それもめっちゃ分かるでしょ。あるあるですね、ホイールとかで光ってても光ってあっても50円やんって、うん、これか。でそう買っていくうちにやっぱりデッキの中にこれがちょこちょこ増えてきてちょこちょこ来た、あれちょこちょこって増えてきた。聞いたな、最後こそ最後こそ始めました。同じ話聞いてる、ね、みんなね同じなんですよね。めっちゃ上がります。僕きっかけ結構今でも明確に覚えてるんですけど、はい、グランプリの神戸が、はい、あのやった年があって、あ、それモダンの大会の時なんです。白黒エルドラージが優勝した時、あ、そう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 、その時に僕グランプリ普通に本戦出場してて、うん、その時当時は結構グランプリとかも出てた、セーフティーにやったんですけど、うん、でその時に組んでたデッキがバントエルドラージ。ああ、そうなんですね。そう、今あんま考えられない全然イメージないですけど、バントエルドラージを組んで出たんですよ、はい、うんうんうん、でそしたら、うん、それの時に僕デイ2行けたんですよ、うん、で結果的にまあデイ2はまあ2回戦か3回戦ぐらいで負けちゃったんですけど、はい、でも僕としてはデイ2行ったの初めてだったんで、はい、これは記念のデッキになると、はいはいはい、でこれをフォイルにしようと。ああ、なるほど。そう、記念のデッキ、自分の魂のデッキだっつって。いや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 、うわうわ、ダッサヒロコの、ヒロコさん特に知ってるからあれだと思うんですけど、バントエルダージ今もう跡形もないんです今から言ったら跡形もないんですけど、この世界に現れてる。そこがきっかけで、はいはい、で結果ね、それはフローにできなかったんですよ。エルダージマス買ってて今でも残骸はあるんですけど、はい、結局組めなくて、はい、でその後に、うん、YouTube、 そこから YouTube 始めたぐらいで、はい、でスピリットの時だったんですよ。ああ、そうですね。じゃあそのイメージはね、そう、スピリット今でもこれは使ってるんですけど、うん、そのスピリットに出会って、で多分その余韻があったんですよね。バンテルダージを組んでた、うん、でこういうのをしようとしてた余韻があって、そのままそれをキュッてこう、はい、スピリットの方に、事故みたいな余韻がスライドしたんですよ。そうそう、余韻がスライドして、はい、バンテスピリットの方に行って、はいはい、どのぐらいなの ?1 年半ぐらいなんですかね。YouTube 始めて半年ぐらいの時に、まあ、動画も出させてもらったんですけど、うん、ようやくプロフォイルのボタンができて、はい、みたいな感じで、今に至るんですけど、歴史としては僕も3年ぐらい、フォイラーとして。はい、ということで、はい、まあ、フォイラー歴は、おの、まあ、今日さんは5年。4年か。4年僕3年、シルさんが1年半とか、今、はい、まあ、ぐらいですか、うんうん、ぐらいの感じで、まあ1年以上もみんなやってるっていう感じなんですけど、ね、ということで、皆さん、じゃあ今、はい、デッキとして、はい、その所持してるフルコイルデッキって、はい、何個ぐらいお持ちなのかなと思うんですけど、はい、あー、はい、でもその、ね、持って僕そんなでもないです。僕3つですか。3つ、ね、3つ、はい、そうですね、はい、まあ、まあ、さっき話した、その、まあ、ヘイトベアとかフェスタフルと、グリクシスからのフェアリーと、トリコからの、まあ、ギジギ
コンボというか、はいはい、やっぱり全部モダンですね。全部モダンですね。ああ、モダン大好きですね。モダン好きですね。で、ジャンドがまあ9割ぐらい光ってるぐらいの。おお、もうちょっとで4個目ですね。9割言い過ぎました。はい、いいですね。嘘つきましたね。今僕、嘘つきましたね。実際の名前じゃ全然でした。結構、だいぶもうちょっとバリバリ盛りましたね。多分6割ぐらい。6割は。違うんですよ、僕グランプリってサインもらうの結構好きで、サインドはあの使おうと思って使ってるんで、なんでちょっともうサイン持ってるカードはそれをそのまま使ってるから、ちょっとホイールを買ってないんです。ああ、なんかそれが省かれてたからってことなんで、実際サインが入ってないけど、光ってないのっていうと9割ぐらいみたいな。ああ、自分の中でのゴールはもうちょっとですかね。そうですね。ああ、なるほどね。ちょっとレイシックスが、はいはい、レイシックスミチゴホイールがちょっとエグすぎて、まだほら2に行きたいですね。まだほら2に行きたいです。そうなんですよ。まあそこと、まあ、クロワルの崖の初版ホイール、はい、まあ、そこがまあ一応光ってないっていう。そうですね。前日カード出たんですけど、ちょっと枠がちょっとだけ好みしなくて、なるほどね、初版で。ありますよね。そこもありますよ。いや、そうです。どうせ、そうです。どうせ光らすんだったら、はい、まあ、うん、好きなようにしたいんで、で、まあ、一応3つということで。3つってことですね。シュラさんはいくつですか？ね、僕は、統率者の、バルソー と、うん、とジョイアと、うん、とニムリと、はいはい、あとはパイオニアの、クロパ。おお、4つ。入り江地密ですか。いやーすごいですね。入り江チャーですね。入り江チャー。入り江チャーですね。入り江チャーやっぱりね、その1枚ずつっていうところがね、まやかしなんですけど、そう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 、まやかしなんですけど、最初はそのとっつきとしてね、詐欺の出口と一緒詐欺と一緒ですよ。そうそう、1枚だけ自分で騙されに行ってるまでしますから。で、僕は、今で言うと、パイオニアのスピリット。はい、でモダンで共用してるんですけど、はい、そのモダンでもスピリットがあって、はい、もう一個、バイン、あ、はい、フルコイルじゃないですけど、これ9割ぐらいかな。だからまあ完成はしてないです、うん、もうちょっとで完成。大丈夫ですか、サインドとかカウントして持ってないですか。あ、大丈夫です。僕ちょっと僕サインはちょっと使われるで、あとは EDH が、はい、ヤルクがこの間フルコイルだ、あ、で、エムリーもこの間フルコイルだ、おー、でヘリオットがもうちょっとって感じかな。この9割5分。それはサインは。あ、サインは。あ、すいません。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 一応ホイール。はい、まあ、イリーチってそもそもホイールないカードあるので、リアルなんで。ああ、その辺はね、一旦あ脇に置きつつではあるんですけど。ああ、そうですね。しょうがない。ないものはもう買えない。あるものはホイールにしようっていう感じですよね。なんで僕も5つ。5つかでも気づけば結構、ね、EDH の割合がめちゃくちゃ増えてましたね、ここ最近、はいはい、これちょっともう後で言おうと思ってたんですけど、もうフォイラー界隈のもう用語として、はい、脱皮って言われます、ね、あ、まあ、有名な用語として、はい、これ有名なんですか。いや、僕は有名だと思って、僕は皆さんに聞くの知らないです何を言っているんだこの人は。そう、ちょっと脱皮っていうのがあって、これ面白いんですけど、でフォイル買う前っていきなりそれあの新しいカードフォイル買った場合ってそうじゃないんですけど、大体、ね、普通デッキがあって そ, うです、ね、それをフォイルで差し替えていくって感じなんですよね。だけど同じデッキが2個できる。そうそうそう、最終形を見ちゃえばフォイルとフォイルじゃないデッキが2個できる。そうですね。そうした後のもともとのフォイルじゃない方が脱皮って言うんですけど、脱皮することによって EDH とかって、はい、汎用パーツだと、うんうんうん、別にフォイルにしないデッキにその脱皮したやつ入れるんですよ。 あるじゃないですか。そうそう、これをフォイル買ったら押し出されたこれがこっちのデッキに入る。そう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 、あ、そうなんですね。僕ちょっと EDH そんなガッツリやってないんであれなんですけど、はい、あれないですよ。そのノーマル持っててホイール買うじゃないですか、うん、まあ、ノーマルを使わなくなるんで売るんですよね、うん、なんで、まあ、5000円のホイール買うけど、うん、こいノーマルが1500円で売るから、はい、こいつ実質3500円めっちゃ分かる。下取りです。それもある脱皮の何だろう、こう活用系というか脱皮して売ることによって実質いくら、そうそうそう、だから、まあ、実質いくらって言ってるけど、そもそも光ってないノーマルのやつ最初に金出して買ってんだからそこはカウントしてますから、そのカウントはちょっと一瞬脳から消してなぜカウントされないそれがタダでもらったっていう気持ちで売りに出す。そうそうそう、持ってるもんはタダ。そうそうそう、めっちゃそれはあれだ。もう払った後なんで、もう過去の自分の払ったもんなんで生産済みになってる。そうそうそう。
はい、ということでね、はい、みんなで、まあ、どういう経緯でやってきたのかとか、まあ、大体同じようなことが起こってるなっていう認証を受けたんですけど、そうですね、一応まあ大事な、はい、じゃあホイールって何がいいんだっていうところですよね。あ、分かんない人も結構多いと思う、まあ、そうですよね、はい、まあ最近でこそ値段がまあトントンとかになりましたけど、うんうん、まあコレブとかがなかった頃なんてね、うん、こういう昔からめちゃくちゃ高いです、ね、能力一緒なのになぜ光らすんだろう、うん、アホかよと、まあね、フォイルしない人からしたらもうそんな感じですよね。いや、そうですよね、まあ、それでもこう魅力で魅了されてしまうフォイルとは、はい、一体何なのかというところなんですけど、ひよこさん的には何がこのフォイルの魅力だと、はい、フォイルの魅力ですか、はい、フォイルの魅力は多幸感じゃないですか。あまあまあそうですね、結構そこに尽きるかなとは思います。ゲーム始めます、うん、7枚引きます、手札見ます、光ってます、めっちゃ良くないですか。もうね、いや本当にそれなんだよね、はい、もうそれなんですよ、結構それに尽きるから。いや、そうなんや、なんかこう綺麗みたいな、そうそう、もうゲーム以外にもさらに楽しめちゃ う暇な時こう見るこの子いるんだよ、俺いいな、いや分かるな、めちゃくちゃ分かる。あとね、あのね、ホイールはね、ちょっと1枚1枚が高いっていう、ね、ことはあるんですけど、逆に経済的なところもあるんですよね。ほう、ほう、それはどういうことですか。そのデッキ自体を、うん、まあ、そのもう崩すとか、うん、その大幅に改変するみたいなことがあんまなくなる、うん、だからその1回光らせちゃうと、うん、診断が出て使うカードのホイールだけちょいちょいってつまんでシングルで買って入れ替えてしまえば、このデッキ自体はずっと使えるんで、うん、まあ、デッキをあんまりこうむやむやったらこう崩したり、まあ、大きく変えないのであんまり買わなくて済むから、まあ、結果安いと自分にサインをかけている。いやー、いや、あると思います。そもそもの話ですけど、うん、やっぱりその、はい、さっきの魂のデッキ、いやいや、リダさん魂売ったデッキ、まあ、いわゆるお気に入りのデッキというか、まあそうですね、これを使っていきたいなっていうデッキをそもそもするホールにする。そうですね、うん、まあ、それをずっと使いますよね、はい、そうなんですよね、うん、僕もバウンドスピリットから1年半に作って今でも、はい、最近だとどっちも使ってるぐらい使ってるので、はい、まあ愛着ですよね。そうですね、うん、まあ、なんか愛と形みたいなもんじゃないですか。自分の好きなものをなんかこう光らせたいとか、うん、気持ちじゃないですかね。いや、そうだと思いますね、はい、そうね、愛着がやっぱり湧くなとは思いますよね、うん、そうですね、そういうんですよね、しろさんは僕もね、大体同じなんですけど、うん、あともう一個あって、うん、これって一期一会みたいなのがあるじゃないですか。あー、確かにね、はい、確かにね、市場にないやつとかを見つけると、うわ、あるみたいな。そうなんですよ。やっぱ診断でも直後とかだったら、はいはい、まあ、一通り変えたりもするけど、はいはい、特になんか古い、はいはい、あの、こういうとかだったら、その、そもそも物がない。ないですね。ない。そういうのってやっぱりね、EDH とかも一枚揃えてにしても、これとこれがないみたいな。ない。それを一枚を探してて、なんかその、だって知り合い付き合ったりとか、お店とかで見つけたときに、わかる。いや、めっちゃこれみんなあるあるだと思うんですけど、デッキをフルホイール化する上で、はいはい、まあ要は足りないカード、はいはい、しかも足りないカードは大体高額カード、はいはい、ってなってる状況があるじゃないですか、はいはいはい、もうこれだけ買えば終わりなんだけど、はいはい、買えないっていう状況がある中で、はいはい、これを常日頃、はい、在庫がないか売ってるじゃないですか。わかりますよ、ね、もう暇さえやれば売ってるじゃないですか。ありますあります、出てきてないからそこに見るのが、そうそうそう、どっかねえかなみたいな、うわ、あると思って、ヒロコさん、それは怒りますよ、ね、英語かとか、それは怒りますよ、ね、はい、そうですね、でそれにやっぱ出会えた時、うん、で実際それ届くまでのワクワク、あ、で届いて、うわー、ようやくこれ好きだなって、帰ってね、こう郵便受けで見て、おっしゃーしゃー、来てるって言った、自動車税返すどうぞいい加減にしろホイールじゃねー、ホイールじゃねー、そのね、なんでしょうね、その過程が楽しいですよ。そう実際にフルホイールしちゃった後って、はい、そのカードもそれ全く終わらなくなるんですよね。ああ、めっちゃわかります。わかるっすよ。だって持ってるもん。そう。わかる。それを持つ前の方が詳しいんですよ。そうそうそう。この間はね、この時はこうだったけどね、この時はこうなってたよって、めっちゃ詳しいんですよ。そう探してますからね、毎日張り付いてるから。一番詳しいの俺みたいな。そうでも買った途端、もう見る機会ないから。持ってる。からもう見ないですよね。当時のあの、なんだろう、必死さというか、ね、うん、熱がありますよね。そうですね。まあ初版に統一したいとかね、そういう人が結構似た感じなのかなと思ったりもするんですけど、こだわりって面では一緒だと思いますね。
使ってて、こうなんか情報交換したりとか、あれいいよねとか言ってると、大体最後に持ってないの同じか。あー、めっちゃあるそれ。そうなんですか。めっちゃあったよね。あるあるある。そう。特にイリーチやってると、はい、まあ、大体ね、土地、ファクト、アホハランなんですよ。ないの。あで、これが、そう、大体最終的に、な、今もうあとどのくらいなのみたいな話して、あとこれとこれとこれなんだよ。俺もこれとこれとこれなんだよ。あ、やっぱあれだ、1枚でいいから光らせたいっていう人が多いんですか、家じゃ他のフォーマットに比べると。あ、やっぱね、その同じなんですよ、カードが。あ、これ絶対いるみたいなカードなんですよ。その汎用性が高い、青ならこれ入るだろうとか、まあ、そのマナファクトであったりとかみたいな。そう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 。あ、確かに確かに、そうですよね。なんか構築だったらこっちの時入るけどこっち入らんとかあるけど、イリーチは確かにその辺ベースが結構一緒なところあるんですよ。あ、ね、イリーチだけで使われるなんかめちゃくちゃ昔の古文とか、あの今は定番だけど、なんか当時はミュートにされてなかったやつとかないよね。ない。で、なんかね、そのまあそれもいいところで、そういう話をしてると、あ、そのザコ3枚あったよみたいな、ここで教えてくれて、はい、情報の共有、例えば言ってみんな買ったりとか、で、一番しかないぐらいは誰かがヒュッと抜け抜けしてたから、あ、俺言ってなかったよ、どこ買ったのそれ、一応中にスッて出して、あれ、あれ、うわ、壊れてんじゃん、あれ、買ってんじゃんみたいな、スッ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 これはたまたま落ちてね、言えやみたいな、一番しかない買っちゃいました、ね、それも楽しいなって思います。なんだかんだそんなのがあって、かけたよとかもあって揃ってきたデッキやから、やっぱり自分一人で作った気持ちがなくて、うん、あーめっちゃあるめっちゃある、それこれなんかやっぱりね、なんかその全然探してたけどなんかないなーって言ってたのをなんかたまたま見つけて一緒に買ってきてやって買ってきてくれたりとかが集まってできてるから、やっぱめちゃくちゃすごい、みんなの思いを乗せてみたいな、一枚一枚のカードにそのなんか歴史というか過程がありますもんね。どうやってこれを手に入れるか、エピソードが、そうそう、愛着が覚えてるよね、うん、これってなんかなかなか手に入らなかったけどリラが買ってきてたんだよなーとか、うん、俺のイリーチの時全然ない全然ない、始めだって、あー、伝わらないでこうやってね、その人を風磨に落としていくんですよ。これは僕が上げた一番はい、ということでね、はい、もうだいぶ楽しくてだいぶ喋っちゃったんです。そうですね、だいぶ喋りましたね、この後もね、ちょっと別の動画をね、清野さんと柴さんに協力していただいて、はい、撮りたいなと思ってて、それもね、また来週とか再来週とか近いうちに上げれるんじゃないかなと思いますので、はい、そちらもぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。はい、では本日は、僕リーダーと、はい、セラとキノコでお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。